はい、本日はですね、5月に買ったものすべて紹介していきたいなというふうに思います。こちらにずらっと並ばせてもらったんですけど、合計で10点ぐらいあるんかな、多分10点ぐらいあると思うんですけど、まあ、動画で紹介したものを、まあ、ちょっと今月何買いましたよというのを皆さんに見てもらおうかなと思うんですけども、まあ、僕自身もねちょっと振り返っとかな、もう買い物ばっかりしちゃったらあかんでいうことでね、振り返っていくんですけど、ちょっと動画でも紹介しないものも何点かはあるので、ここに映ってるやつとこの辺にあるやつとこの辺にあるやつがありますので、今日の流れとしてはですね、まあ、1点ずつ、あ、これ買いましたよねと、あ、こんな思い出があったよねとか、ちょっと僕のエピソードなんかもね皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いますので、まあ、こんな多分この真ん中にある黄色のグローブなんか見たことないと思うんですけど、まあ、そんなところとか、あとこの辺にあるやつとかもね、あ、見たことないなっていうやつをまあご紹介していこうかなというところの、まあ、今日はただ今月買ったものは何ですという紹介していくだけのね動画になっておりますが、お付き合いくださいと。まあ、実はねこれ近々何日か後に買ってよかったものっていうのを出すんですね。なのでここで一回全てを紹介しておいた上で、この中で一番良かったんこれなんですよというのを言わせてほしいので、まあ、それのね前触れというか、まあ、伏線というふうになっておりますのでご紹介していこうと思います。まずはじゃあ最近の紹介物でいこうか。はい、こちらねノースフェイスの、マウンテンソフトシェルジャケットということになっておりまして、まあ、これはまあ最近動画で紹介したので、まあ、記憶に新しい方も多いと思うんですけども、まあ、ストレッチ性があってね、まあ、これからの時期ちょっと薄着やから、まあ、薄手やから、まあ、これからの時期さっと羽織れますよなんて言ったりしてるんですけど、あいにく僕ソフトシェルジャケットは結構持っててですね、まあ、こういった伸びるタイプのやつで今あんまり使う用途がないので、まだあんま使っておりませんというのがこのソフトシェルジャケット、これ買いましたよねいうことになってて、2つ目が何っていうと、そうですよね、こちらのアークテリクスのリュック、これなんて名前やったかな、ゼータじゃなくて何やったかな、ブレードでしたわ、ブレード20という、まあ、20リットルのカバンのね、まあ、ビジネス用というか、まあ、ビジネスされる方、大人の方向けに、作られたバッグになっているので、まあ、今も僕これ T シャツですけど、まあ、例えばジャケット、スーツのジャケットとか着た時とかでも、まあ、比較的合うような感じの、シンプルな感じなんですけど大人っぽいリュックということになっていますね。まあ、これは背負ったままお送りしようということで、これが2つ目、そして3つ目4つ目はもう続けていきましょうということで、ズドン、ノースフェイスの T シャツ。この T シャツはですね、これは毎年出てるのかな、この黒のやつは結構毎年出てるんで見てる方も多いと思うんですけど、こっちのねアガベグリーンというやつの方は、この迷彩のやつはね、これは毎年出てるのかな、分からんけど、この色はね今年です、この、今年しか出てない色なんですけど、アガベグリーンってやつですわ。サイズがね、こっちが L サイズ、ブラックの方が L サイズで、アガベグリーンの方が XL になってて、まあ、着用動画はね、その時の動画見てもらったらいいと思うんですけど、まあ、やっぱり僕のサイズ感的に僕はやっぱ L なんですよ。だからよく着てるのはこっちです。L の方がよく着てて、正直 XL の方はもうあんまり着てないっていう感じになってるので、サイズ感的にちょっとこれは大きすぎるかなというような感じでね、僕はこの L の方をよく着てます。あと、まあ、色が個人的にこのアガベグリーンが似合わんかったということでね、似合わんのになんでお前そんなもん買ってんねんってことなんですけども、まあ、似合わんかったからあんま着てないということになってるんですね。はい、ということはランキングにはおそらく入ってこないだろうというのがここでバレちゃったんですけども、まあ、そんなことがあると、まあ、次からバレないように今からお話していきますね。で、それじゃあ続きいこうかという前にちょっと待ってくださいよと、こっちにもあるんですよということでね、ドン、これ何なのということですよね。これは何ですかと、すみません、近づくと暗くなるのか、この辺やね、これは何なのということになってるんですけど、これね、よく見てもらったら分かるかなと思うんですけど、ノースフェイスの何ていうんですかね、紐のやつなんですよね。紐のやつって何っていうと、僕は来月にポップアップって言って期間限定のね、まあ、オフ会兼ポップアップストアをねやろうと思ってるんですよ。で、その時にこう名札かけるじゃないですか、スタッフの人とかってね。で、この名札がね、普通の名札じゃおもんないなと思ったんで、まあ、なんかノースフェイスから名札出てるやないかいうことで、購入しました。だから色はね、これが何色やったかな、ニュートープっていうちょっと緑っぽい色があったりね、まあ、これ黄色系があったりね、あとこれはベージュ系かな、ブラウンかな系があったりとかね、でこれがオレンジがねあったりするんですけど、まあその時によって何つけようかまだ決めてないですけど、まあ、そういうイベントもありますので、よかったら来てくださいねという告知を入れておいて、次の商品、1,2,3,4,5,6 点目か、6点目はこちらです。ゾーン、これはキーンのヨギというサンダルになっておりまして、まあ、これはほんまリピーターの人が多いとかって言ってたんですけど、まあ確かにね、僕も部屋とかで何回か履いてますけども、部屋で履くにはちょっと硬いかなと、だから僕部屋で履いて何回か試そうかな
なと思って、履いたんですけど1日で硬いからやめたということでもう履いてないんですね。だからこれは外で履く方がね多分いいと思いますし、あの視聴者の方もコメントでおっしゃってたんですけど、この先っちょがね覆われてるから、普通のサンダルって覆われてないからね、やっぱ足外でこうぶつけることあるかもしれないんですけど、こうやって覆われてるから安全ですよとおっしゃってあって、確かにその通りですねいうことになってるんですね。そして次がですね、こちらダナーのサンダルですよね。これは、このダナーのサンダルねいいの、いいんですけど、確かこれがね動画レビュー動画の時に、なんと野口英世を1枚で買えるんですよって言ったら、皆さんにそれは樋口だろうということでね、野口は1000円だよと、樋口が5000円だよということで、これ5000円なんですね。だからもう指摘がね止まらないんですね。樋口だ、野口×樋口丸とか、もう樋口ですよとかっていろいろ来たんですけど、皆さんご注意していただいてありがとうございますということで、確かにその通りこれは樋口なんですよね。樋口サンダルということで、この樋口サンダルはですね今嫁のサンダルになってるんですよ。このスタジオ、撮影スタジオなんですけど、この撮影スタジオの嫁用のサンダルがこちらになっていると。で、自宅のサンダルはまた自宅でまた別でね、他オネオネ彼女が履いてるんですけども、仕事場用はこのダナーのサンダル、樋口サンダルを履いてますということになってるんですね。そして次が、何点目か忘れたんですけども、これいきましょうか。はい、これは何なのと、なんで今この夏に向かってるこの梅雨の時期に本革の手袋を買ったのということですよね。皆さんそれは多分、どうなってるんだと、なんでこんな時に買うんだというふうに思われるかもしれないんですけど、よく見てほしい。ちょっと色が暗くなりますがお許しください。ちょっとね使ったね感じが出てるの分かります？このちょっとこう使ってる感じ。さてこれは何でしょう。まあ僕の動画をよく見ていただいている方はご存知かなと思うんですが、僕はですねそう最近このバイクの教習に行ってるわけなんですね。このスタイルでバイクの教習に行ってるわけなんですけども、バイカーといえばやっぱり僕はエセバイカーにでもあるので、やっぱ見た目から入るでしょ。教習所のねあのヘルメット借りるのもいいし、教習所の手袋を借りるのもいいねんけど、やっぱり僕は見た目から入っていくタイプなんだということで、しっかり見た目を揃えるんですね。でなんやってこの見た目この揃えてるのがあの第2号なんですよ。でこちらに第1号があるんでね、それを見ていただきたいなと思うんですけど、第1号は何というと、この洗いのヘルメットとね、このデンツの革の手袋っていうので、これ中型免許を取りに行ってたんですね。で、バイクを前持ってへんのにヘルメット2つあるんかいってことなんですけど、こちらのね洗いのヘルメットっていうこのフルエスのヘルメットをかぶって、僕マット素材が好きなんで、これマットなんですけどね、マットのヘルメットをかぶって行ってたわけなんですよ。でこのスタイルで、このデンツの本革の手袋をつけて中型免許を行ってたと。これももはや今月買ったものじゃなくて僕のバイクの話をさせてもらうんですけども、まあこういうスタイルでねバイクを運転してたんですよ。ブン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 と。で中型免許取れましたと。んなら次大型に行くんですね。で今大型に行ってるんですけど、大型の免許の時はやっぱりこの黄色のグローブ使って、でまあやっぱヘルメットもね、ちょっとこれは、アメリカのベルっていうヘルメットなんですけど、まあ、それをつけて、でこの革の手袋も、アメリカのね革の手袋をつけてこうやって行ってるわけなんですよね。ブン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 、はい、というのが、黄色の手袋になってます。だからこれ使ったら使った分だけねもう真っ黒になって行ってくれたらかっこいいなと思って、そんなことで買いました。はい、ちょっとバイクの話が長かったかな。では最後はこちらですね、2点連続で紹介するんですけども、こちらがそうバーサタイルショーツということで、これもまあまあ比較的最近紹介したんかもしれないんですけども、まあこれはもう言わずと知れた人気のねパンツですよね。もう多分持ってはる方も多いと思うんですけど、まあ毎年出てるアイテムなんでそんなに特に言うことってないんですけど、比較的に僕 XL これデカすぎるやろと思ってたんですけど、何回か履いてるうちに、あ悪くないねっていう感じでね、意外とこれ XL でもいけるなということで、まあ、僕が太ったからっていうのか、僕が履きこなせてるのか、まあ、それはどっちかは分かりません。さあ皆さんが判断してくれたらいいんですけど、まあ、おそらくデブったからでしょう。 XL も履けるようになってきたと。でもちろん L サイズはねサイズ的にはジャストっていうのはまあそうなんですけど、あの M はやっぱちょっとちっちゃいですね。何がちっちゃいって、やっぱこのね腹もそうですけどね、このケツ周りもやっぱ太ったんでしょうね。なんかちょっとね足上げた瞬間パツパツするんですよね。だからちょっとまずいなということで、最近腹筋を始めました。で筋トレ始めましたのでね、まあ、ちょっとバキバキにしていきたいなと思うんですけど、まあ、そんなことでね合計、バーサタイルショーツが2点と、で T シャツが2つと4つで、2つで計4つで、このジャケットがある5つで、グローブで6個で、リュックで7個で、サンダルで8
9、そして10ということになっているんですね。だから、まあ、この10点で、近々買ってよかったものというのをご紹介するんですけども、まあ、その時にはいつも番外編とかっていうのをやってるんですけど、番外編はねまだここに映してないやつがあるので、まあ、それをお伝えしていこうかなと思うんですけど、買ってよかったもののランキングに関してはここから出てきますので、あ、何が出てくるかなと、何が1位になるのかなというふうに楽しみにしていただければいいかなと思います。まあ、僕はね決めてるのでこの後今から撮影するんで、まあ、楽しみにしておいていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、5月に買ったもの全て紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。